フレドリック・アルフレッド・ポーセロ3世は、アメリカ合衆国ニュージャージー州、モリスタウン出身のプロ野球選手。宇藤右内。現在は、フリーエージェント。愛称はスペイン語を話すチームメイトが名付けた、ベンティードス。祖父は、プロ野球選手のサムデンテ。プロ入りの際の代理人は、スコット・ボラスだったが、現在は、エクセルスポーツマネジメントのジムマレー。 高校時代の最終学年時には63イニングを投げ、9勝0敗、防御率1.44、102奪三振を記録。高校を通算 GPA3.94 で卒業し、優秀な生徒のみが入会できる、ナショナルオナー・ソサエティとスパニッシュナショナルオナー・ソサエティの会員でもあった。スポーツイラストレーテッドは、ボーセロが2007年の MLB ドラフトで、 全体5位以内で指名されると予想されたが、代理人がスコット・ボラスのため多くの球団は指名を見送った。デトロイト・タイガース時代2007年の MLB ドラフトでは一巡目でデトロイト・タイガースが指名した。4年725万ドルで契約し、高校出身の選手として史上最高額の契約となった。2008年、 参加の A 級レイクランドフライングタイガースでプロデビュー。24試合に先発登板で8勝6敗を挙げ、防御率2.66はリーグ1位。7月19日のセントルーシーメッツ戦では、ポーセロー含め3投手の系投で7イニングのノーヒッターを達成。シーズン終了後、タイガース参加の最優秀マイナー選手に選出され、 ベースボールアメリカ市の有望株ランキングでも、ポーセロは、タイガース参加での最高評価を受けた。2009年は当初ポーセロをシーズンは、AA 級エリーシーウルブズで、プレーさせる予定だったが、ジェレミー・ボンダーマンの復帰の遅れや、ネート・ロバートソン、ドントレル・ウィリスの不調もあり、ジム・リーランド監督は、必ず状態をしっかりとチェックする。球数、投球回数を見るとして、 ポーセロは2009年開幕をメジャーで迎えた。開幕4試合目の4月9日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー。2014年1月17日にタイガースと850万ドルの1年契約に合意した。自己最多の32試合に登板し、うち31試合で先発登板。メジャーデビューから6年連続での2桁勝利。 かつ自己ベストとなる15勝を挙げたが、後半でやや失速して負け星が増え、13敗も勝ち星と同じく自己最多だった。メジャー初完封を含むシーズン3完封はリーグ1位。2014年12月11日にヨエニス、セスペデス、アレックス・ウィルソン、ゲイブ・スパイアーとのトレードでボストン・レッドソックスへ移籍した。 2015年1月16日にレッドソックスと1250万ドルの1年契約に合意。4月6日には総額8250万ドルの4年契約を結んだ。この年は開幕ローテーション入りしたが、打ち込まれる場面が目立ち、防御率は5.00近くまで上昇して、自己アーストタイの4.92となった。また、基本類ダ25も自己アーストだった。 これらが響き、勝ち星は9勝止まりで、メジャーデビューからの連続2桁勝利は6年で、ストップした。なお、149奪三振は、自己ベストだった。2016年は、打って変わり、圧倒的なペースで、勝ち星が先行。おおむね調子を崩すことなく、レギュラーシーズンを投げ切り、自己最高の33試合に先発登板。防御率3.15。 22勝4敗、勝率。846、223.0イニングで189、脱三振を記録する一方で支球を抑えて K、BB5.91 という成績を残し、サイアング賞を受賞した。カムバック賞にも選出。なお同年、通算100勝を達成した。 オフの11月18日に第4回、ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表への不参加の意思を表明した。2017年は、開幕投手に抜擢され、6.1回を6安打3、失点1死球5奪三振というピッチング内容で、同シーズン初勝利を挙げた。しかし、その後は、負けが先行するようになり、 開幕戦終了時点から2試合目で黒星を喫するまでの間を除き、勝ち越した期間はなかった。最終的に33試合に先発登板したが、11勝17敗、防御率4.65236被安打、38被本塁打、ホイップ1.40という成績で、敗戦、被安打、被本塁打の3部門で、あ、リーグアーストとなってしまった。ただし、 脱三振は2年連続で180以上となり、以前の水準には戻らなかった。2018年4月12日のニューヨークヤンキース戦で6回途中まで相手をノーヒットに抑えし支球も出さない投球を見せたが、アーロン・ジャッジに二塁打を打たれ完全試合はついえた。7回を投げ6脱三振で打たれたアンダは、その二塁打だけで、その後チームは6から3で勝利した。 最終的に33先発で191.1回を投げ、17勝7敗、防御率4.28で、38飛本塁打は、リーグワーストだった。チームは108勝54敗で、ロサンゼルスドジャースとのワールドシリーズにも優勝し、ポーセロ自身初のワールドシリーズ優勝だった。 2019年は4月を防御率5.52で低調な滑り出しに始まった。6月29日にはヨーロッパ初開催となったヤンキースとのロンドンシリーズ第一戦で先発登板するも0.1回6失点で降板。なお、相手先発の田中正宏も0.2回で降板し、このカードで両先発投手が1回未満で降板するのは 史上初の出来事であった。その後も、全体的に不審に終わり、8月1日のタンパベレーズ戦で降板した際には、怒りから、備品のモニターを破壊するということもあった。最終成績は32先発で14勝12敗、防御率5.52だった。オフの10月31日に、FA となった。2019年12月16日に、 ニューヨークメッツと1年1000万ドルで契約した。2020年オフの11月1日に FA となった。2021年はどの球団とも契約しなかった。2016年のシーズンでは最速94.9マイルパーアワー、平均91.4マイルパーアワーのフォーシームと平均89.5マイルパーアワーのツーシームの2種類の速球を軸に、 平均 73.7mph のカーブ、平均 80.8mph のチェンジアップ、平均 85.1mph のスライダーを使用した。ありがとうございます。